次はじゃあ誰が来てくれるのかな。よし、次の曲聴いてください。できて嬉しいです。みんなありがとう。これが僕の本気だよ。あ、先生、今日は姉さんがラズベリーパイ焼いてくれたんです。ユータと二人で待ってるんで、帰りに食べに来てくださいね。オーケー、待ってて。